ワールド 2.0 の発祥地アウロアへようこそ。私はジェイス・スケル、皆さんをお待ちしていました。革新、発明、創造をもたらすために招かれた皆さんには、この地で人生をかけた使命を果たしてもらいたいのです。この世界の果てで私たちは地球を未来へと導くためのツールを作ります。持続可能な経済、自然環境、安全な住宅、家族の安心、イノベーションが歓迎される社会。いずれ私たちは人々の記憶から消えますが、この地の成果が未来を紡ぐのです。皆さんの参加を歓迎します。共に明日を作りましょう。おはようさん、こんにちは、こんばんは、アラフィフでございます。ゴーストリコンブレイクポイントでございます。はじめにキャラメイクがあるんやね。こうか、何があんにゃ。これ今デフォルト女性になってますけど、私男性でいきましょうかね。顔はここから選べということで選べるようになってますね。割と皆さん男前でんな。いろいろあるね。誰にしようかな。全部名前がついてるね。名前がついてますね。というわけで、ちょっと東洋入った顔立ちになるのかな。これ東洋人かな、感じとしてはな。ちょっと東洋人っぽい。この辺行こうか。ほい、サミー、サミーで行こう。瞳の色はまあまあまあブラックで行こうな。髪型っすか、いろいろあるけども、みんなそれなりにかっこええと、いやかっこええ。どうしようかね。なんとなく軍人らしいツーブロー頭やな、ツーブロックな。モヒカン、髪の毛なし、なし。一番軍人らしきっちゅうのはなしか。アフロっちゅうのはちょっとな、アフロっちゅうのもちょっとなんやしな、なしっちゅうのも、なしでいってもええかな、なしでいこう。なしだから、毛いらんから。顔の詳細、何もなしが。これ傷をつけるのもありやけども、つるんとしたお顔で、お顔でいこうな、ほらな。で、髪型とかってあんのか。あ、髪の色は、髪型はやったな、髪の色もやったか。ヒゲ、
かでヒゲが性別顔目の色じゃろ、髪型で髪の色決めて、顔の詳細決めて、これで決定せなしゃあないのかな。はい、ひげが後でなんとかなるのかね、ひげ。実際にいそうなおっさんの顔になって、まあヘリコプターはやっぱり落ちるんだね。おう、東洋人っぽい顔になったね。ああ。おお。顔から落ちました。痛い。トム・クランシーズ・ゴースト・リコン・ブレイク・ポイント。はい、改めまして、おはようさん、こんにちは、こんばんは、アラフィフでございます。ゴーストリコン、ブレイクポイントをやっていきたいと思います。難易度はレギュラー2つ目かな、4段階ありまして、その2つ目、まあ、一番普通の難易度になりますかね。まず L1 で傷の治療効果、ああ長いね。もう一段階いくんか。はい、はい、治った。先に進めということで、このヘリに乗ってたのね。拳銃サプレッサーがついてるような感じやな、見た感じが長い拳銃、そうやね、先っちょ長い、サプレッサー付きやね。しゃがみがある。長押し、丸ボタンでしゃがんで、丸ボタン長押しで補服。補服擬態。はあ。細かい擬態もあるんやな。
泥に汚まみれてっていうことができるよね。で戻ると、で燃えてるヘリがあるんでそっちに向かってますけども、左の方にもなんかちょっと燃えてるところがあるな。さあ、ああ燃えてるんじゃなくて、ああここ一応印してマーキングしてある場所になってんねんな。これなんか中があるっていうこと？何もねえ。はは、注射器、R じゃあ、R1 長押しでアイテムホイールで装備、ああなるほどこういうことか。今使ってるのが救急キットみたいなやつは、あの時間かけての多分直すやつで、このシリンジ、注射器みたいになってるやつは、多分救急で直すっちゅうやっちゃね。ははは、これで命令があると。もうしとこうか、シリンジにしとくわな。オブジェクトの近くによると勝手にカバーするような感じですね。そこに行くのはええけども、これまた左の方に、あなんか敵が、今ほふくというか あそこに、敵がいてるよ。多分敵やな。お前もそのうちわかるだろう。戦場に絶対などないってことだな。どんなにひどい状況でも無事に生き残るやつは。ここの環境は最悪だな。生存者がいてもくたばる。すぐ敵に命中。ふい。一応二人片付けたようやな。担ぐ。これ見つかるとまずいのかもしれんな。死体がね。この辺にちょっと下ろしとこうかい。あれ下ろせない。よいしょ。行こうか。もう一人ほい、茂みの中やったら大丈夫か。ひょっとしてこの辺に下ろしてみようか。あ、わからんね。俺はええな。何か物がある中に、どこにある、中、あここなんかちょっと掘り抜かれてる、トーチカ的なものになってる感じか。ういあフラグや、フラグ、グレネード、弾関係、弾薬庫やな。 OKOK、 これでいいですわ。
武器は今ハンドガン、ハンドガン一つということですね。ここで何も落ちていないよな。このゴーストリゴンブレイクポイントは、オープンワールドの、ステルス TPS のステルスの TPS ゲームになってますね。一つの島が舞台になってまして、こんなところにおるやん。向こう側か、もうちょっとこの辺りに。あいつら何者なん？もうちょっと。もうちょっと近寄らんと。もう一人ぐらい俺ね、赤いモヤモヤが。こっち来てるな。二人いて、こいつから行かんとあかんね。オッケーやな、一撃で行ったな。気づかれた。警戒して寄ってきてるね。オッケー。よし。始末した。L3 でダッシュでしゃがんだりができるということやね。あそこが行くポイントか。この中に何かあるぞ。ミニマップがなくなったら多分近所に敵がいないということになる感じ。この状態だったら担がんでもええのかな。武器ももう今のところこのハンドガンしかないけどな。ライフル系が何か欲しいですね。死体があるな、関係のない死体が。なんかさ、この最初にあったムービーのね雰囲気とは違う、結構こうきな臭いよね。あるこのあるね、もの自体がね、建物とかがね、完全に戦場っぽい感じになってるからね、きな臭い感じになってますわな。何かある、見えてきたよ。ヘリが、こう、あ、そうか、墜落現場やな。自分のヘリ以外もいくつもヘリがあったからね。とこれか。おうおお、タボール。装備。メインミッション、これはとして。装備やね。ここにタボール、こういうことか。おお、もう三角ボタンで
三角二回押しでサイドアームか。三角ボタンで、メインウェポンとサブウェポンの切り替えになってるね。で今サプレッサーやっぱついてるようやね。サプレッサー交換、あ、外せ、今外した状態で十字キーの左で、サプレッサーの付け外しができますということでね。クソ、キュッキュッキットみたいなもんがあるけどもう持てませんあー、なくなってますね。確認。こんなことだ。墜落現場を調査する。ここやな。この辺を調査せよと。まあ、登ったりいろいろね。目的が今いい日が普通に歩いててもいいのかな。あそこに行け。OK、行ってみましょう。はあ、はあ、今んとこやられる心配はなさそうか。登っていこう。この中か。暗い敵が行ってるんやな、どっかに。 R3 で近接攻撃。その向こう、結構遠いところ、400メートルもあるのか、次行くところは。ああ、あれがそうか。行けるんかな柵があるけども。あ、敵も出てきたよ。ヘリが落ちてるのか。中にいてるのかな。中までは見えへんからな。暗いからなこの向こうにいてるんか。おるな、2人だけではない。まだいてる。
やっちまうか、二人。失敗。二人はやれたけども。こんなところにいたよ。え、なじゃ、カメラロール。R3 インターフェース表示にしたら、これは何のためや。戻る。はい。4人おったわけか。まだ消えてへんからな。なんでや。オッケー、強引やったな。レベル上がったね。もう新しい装備を手に入れた。はいはい。あ、ハンドガン。はい、装備。装備のこれか。これをこれに変えることができる。まあとりあえず。へへ。ね。オッケー。でなんかまた箱があるな。どこや。中か。箱みたいなものが。入れへんじゃん。これか。開ける。ほう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 。装備品ですね。ベスト。これは何だら。あ、これか。これがゴーストウォー。はあ、はあ、なんか別モードかなんかかな。まあ、これはまあまあやらないから置いとく。でこれコープ用のやつやね。で戦略マップのこう装備品、新しく得たのがドローン工兵ライトベスト。ベストこれが得られたので、あ、こっちか。何か上がったやな。機関銃兵。はいはい、なるほどね。でスキル、フィールドメディック。まあ一人でやってるからコープじゃないからこっちはいらんかな。アサルト、アサルトかな。ショットガンアサルトにボーナスがつく。ああ、好み的にはこっちかもしれんけど。シャープシューター。これにしようか。シャープシューターにしました。スキルポイントがないので、とりあえずこんだけ。次ここに進みなさいよということやね。スキルツリーになってね、これね。おい、OK。はあ、ははあ。まあいいでしょうな。OK で、んだら、向こうに行けになってるな。物がもうないんかな。行き先はこちらか。
ははここがまた墜落現場やね。この先がね。割と盛大に燃えてるところやな。まだ生きてるやつが。お？来たよ。お？ムービーかな。おうおうおう。ストームクラウドワンワン、こちらウィーバー、落とせよ。こちらウィーバー、応答せよ。反応は…ダメだ。ああ敵襲、敵襲だ。おお、大人数で。打撃中止。オーカ…悪いな、ウィーバー。危険エリア。一体何のつもりだ。高レベルの敵チュートリアル危険な敵と非常に危険な敵は、頭上にマーカーが表示される。高レベルの敵、新しい武器やギアを装備すると装備全体パワーが上昇する。はは、それはええやろあ、こういうことね。すげえ強そうこれはうわ、これは大変だ。まあ、相手にしてはいけないということやね。もう次に行くとこが出てるからね。はい、相手してええのはこっちですよということやろな。次の墜落現場に向かってる感じやね。って聞いてるよな。二人、僕からの、ちょっと遠いか。ここで巨大な新兵器の超極秘実験が行われていたそうです。ちょっと見にくいな、さすがに。ちょっと行こうか、進もうな。もうちょい来てるね。なんだ、敵は敵と接触、やっちまえ。うい、見つかった。見てるんやね、こっちの方にね。報復ができない場所か、ここは。どこにいてる。あ、見えた。こいつ、もう一人、こいつ。はい、OK。
ほう。オッケー。なかなかステルスは難しいですね。こっちの方にも誰かが行っているけども、結構見にくいね。数いてそう。いた。一人目は特定。何人いてるんだ？二人目。フラグでも投げ込めるかな？なんでボロボロなんだ？なんでこんなところに？さあ、生存者がいる！地面プロ！めっちゃ見つかった。で交代しろ。見つかってますね。当たったぞ。あ、死んだ。数多いな、戦士。難易度は基本的にノーマルでやってますんで、割とね、私のような下手くそには難しいのかもしれませんね。まだ容量が全然ね、つかめてませんのでね。はい、スキルが得られたな。ここからになるのか。どうなるのかな、スキル取った後になってるのかね。そう、あ、位置あるな。死んだ甲斐があったということか。スキル XP とこれが、はあ、はあ、ここは取ってった方がええんやろな。経験値アップ取っとくか、まずな。これ双眼鏡とかはないのかな。結構ばらけてる。危ねえ危ねえ、また死ぬとこや。なぜ下に掃除をやらされるんだ。オッケー、靴。で、こちらの方にもいてるんね。色が濃くなってきてるから、近くなってきてる感じかな。そこかな。どこや。こいつ何者なんだ。それか。二人。二人いてるね。ゴースト一人やった。今日の最初の獲物だ。あ
あんなゴーストなんてのは経てもねえんだよ。全員始末できてりゃいいんだから。け。まだ近所におるな。先に倒したやつがどっかで物が落ちてるんかな。ほいほい、なんか拾ったな。で、ここいらでも そこそこまだ距離があるのかな。この辺か。おるね。4人いてるんか。報復は難しいな。ゴーストを甘く見るんじゃないぞ。4人は厳しいかな。分かれた感じ。後ろからこっそりと。K。で？なんでこんなとこに。次こいつやな。ふい。ガシガシやらんでもな。こっちにもいてる。あ、おる。こんなとこおったんやな。うん。オッケー。結構敏感。ここにいたやつが無事で済んだわけがない。ほい、あと一人。で、あれか。オッケー。ほう、よっしゃ、4人やったのでオッケーやね。墜落現場。あ、列車走ってら。クラスのアップグレード。はいはい。各クラスをランク10までアップグレードすることができる。はい。クラスのアップグレード、詳細ページを開き、選択時のクラスに関する情報をか、確認できる。はいはい。装備品。いや、そういや靴が。ほう、鉄の靴、鉄火。あ、なんか物が落ちてますな。あ、こうか、開くの。スナイパーライフルですな。行き過ぎ。装備ね、ここやね。ほいっと、ほい、 OK か。はいはい、ええ感じやな。覗けるぞ。ここを調べる？確認。メデ、メデ、こちらゴーストリード。誰か聞こえるか？聞こえるわ、ゴーストリード。誰だ？味方よ。無線機はゴーストから借りた。
そいつは生きてるんだ。ゴーストリード、ホワイト、ラビットを追うか。レッドクイーンの仲間になる。どんな状況だ。それはまた後、彼が今治療中よ。古い遺跡から伸びてる道を進んで、二つの滝に挟まれた山の中が目的地よ。わかった。ゴーストリードアウト。オッケー。だから、まあ次のところに行こうかということでね。古い遺跡に到達する列車の線路。この列車があるうちは結構島としてはでかい。結構敵が、これ全部そうか。この5人組は敵やな。どういうふうに全員やってった方がいいのかな。OK。5人ともやれたけど。 OK。 スキル獲得な。あ、持ち物もな。ベストがこれかな。でケンチ的には、あ、ワンポイント来てるね。どこしょ、ナイトビジョンはいるんやけどな。全部いるんやな、ここは多分な。ナイト一応しとくか。あ、これで全部開いた。進む方向があるということで行けるようになったわけね。2つ取ったら開くということやね。はい、今獲得したベストですな。もうこいつらはこのままにしといたらええと思う。ハイウェイ的な立派な道路あるね。なんかいてるわけじゃないね。車も別に来てはいない。 OK。 で遺跡ってのが、橋があるな。一応ステルスにはなれるね。しゃがむとちょっとしたステルス状態。ここが遺跡かな。ちょっと開けすぎてる気はするが、いてる感じやな。おる。二人。二人かな。二人やね。ここには二人か。目標達成 OK。 ここね。一人目。
者の姿なし。特殊部隊の強者か。楽勝だ。K。もう一人がどこ行った。仮に生存者がいたとしても、こんなとこじゃ長くは持たないだろうな。もう一人がどっかにいてるんやろうけど、どこにおんの。警戒モードに入られてるね。やな。で、なんか物がどっかに今表示されたんやけどな。この辺中には何もないか。よし、中入れない。あ、こっちか。表示されてるのはな。オッケー、いっと。なんか絵も入ってて。なんや言うことはなかったっちゅうことやな。投擲の方法、グレネードやね。フラグがあったぐらい。お、車乗れるんやな。オッケー。はい、というわけでね、ゴーストリコンブレイクポイント、序盤ちょっとプレイしてみましたけども、どうだったでしょうか。まあこんな感じでね、ステルスで遊んでいくゲームになっておりますんでね、なかなかハクスラ的なとこもちょっとあるのかな。敵を倒したら物を結構落としたりもするんでね。はい、というわけでございます。どうもご視聴ありがとうございました。よろしかったらまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。ほふく。はい。はい、バイバイ。